お疲れ様です。今、浩司君が先日会見で榊原社長にも申してたトーナメントが正式に成立して、抽選会もやったんですけど、率直な感想はいかがですか？いや、楽しかったですね、抽選会ね。俺、当たってほしかったな思ったんですけど、まあ、外れましたね。まあ、ずっと言ってたトーナメントをね、こう開催されたことは、素直に嬉しいです。はい。対戦相手がですね、梅野選手が見事、なんか当たりを引いて、迷わず浩司君を指名したんですけど、それについてはどうですか？持っててしゃあないですね。みんな浩司言ってましたよね。素直にありがとう、もう出会って、もうね、すべてかっさらって人気者になりたいんやろと、素直になったらいいのにね、まあ、誰でもよかったですよ、もうやる気満々やったんで。じゃあ、まあ、初戦はもう。勝って決勝でもうここはね、俺のトーナメントだと思ってるんで、彼らは脇役だと思ってるんで、俺がね、勝たないと名のこっちゃ分からへんのでね、しっかり勝って証明したいですね。はい。印象的だったのが、会見時に白鳥選手がこうちょっとマイクパフォーマンスというか、こうふったけてきたんですけど、その辺の印象はどうでした？いや、俺に口で勝とうと思ったら100万年早いですよ。はい。おちょおちょ言うてまして。まあ彼は、俺はまあなんかもうシュッとねしとけばいいのにと、まあ彼なりに盛り上げようと頑張ってんじゃないですかね。まあでも男としてちょっとまっすぐしてないかなと俺は思ってるんで、まあね、その実力がどうのこうのって言うならば、それで全て黙って超えたらいいんですよ。それができずにね、ピー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  SNS やらね騒いでたらね、一番お前が口だけちゃうかと、まあそれぐらいの程度だったんですけど、ちょっとね昨日のねなんか動画上げてやってね、それを見てなんかスタッフのことわちゃわちゃなんか笑いやってたんですけど、ああいうのはかっこよくないなと、一番卑怯な男がやるようなことなんでね、ああいう影に隠れてインターネット、ネットでもうメソメソっていうのはまあちょっと美しくないなって思ったんですけど、まあその辺りを全部試合でね、証明したらええわと俺は思ってるんで、男というものを教えてやりますよ。正々堂々と文句あるなら面と向かって言えと、そういうことですよ。はい、プレゼントしたバッグはどう使っていただきたいですか？あれはしっかり天心君のグローブなり、しっかりスケジュール帳なりしっかり入れて、あの子はもう黙ってシュッと天心君のカバン持ちしてたらいいんですよ。もうそんなね、あんなきゃ男前ねんから、殴り合いせんとっていう感じですか。噂によるとなんかメルカリに出そうとかなんか言ってるみたいなっていう噂に聞いたんですけど、それはそれでも面白いですよ。白鳥選手のがこうマイクで喋ってる途中にこうわっとマイクで浩司君入ってたんですけど、あれは優しさですよ。あれ以上喋ってるね男の株はあの子下げやるんでね、もうごちゃごちゃ言うなと、それだってそうですやんか、もう俺ら崖っぷちアイドルですからね今、今はもう黙って殴り合うしかないですよ。だからね、あの子の株下げたらあかん思って優しさで喋っとった。なるほどです、はい、まあでも会場も盛り上がってたんで、さすがの会見だなっていう。本職ですから。まあどうですか、初戦の梅野選手の印象っていうか。彼はねムエタイでしっかり結果も残して、そういうあたりはもう素直に尊敬してますよ。けどやっぱりここはね俺の舞台ですし、俺のルールなんで、ここは俺の方が偉いぞっていうのをねしっかり分からしたいですし、もう彼はピークではないんで、もう俺の脇役ですよ。楽しみにします。まあちょっと大阪なんでね、まあちょっと今コロナで元気もないですけど、まあ無事開催はすると思うので、ちょっとまた最後ファンに一言いただきたいと思います。そうですね。初めてなんですよ。覚悟を決めたというか、まあ今までは金を稼いでね。きれい事を貫いて、金を稼いで自分の大切なものを仲間やったり、家族やったり、いろんなものを金がないと幸せにできないから、俺はこの格闘技で絶対金を稼いで成り上がったるっていうのが俺の覚悟やったんですけど、ここ来人に引っ越してきて2連敗して初めてね覚悟が決まったというか、このまま選手としてしっかりね結果を出さずに終わったら一生後悔すると思ったんで、これは俺の挑戦やと思うんですけどね。だからしっかり勝って優勝して、こうなれたのはねほんまにファンのおかげなんで、もうこの1戦2戦、だから準決決勝かはもう金のためとかじゃなくて、もうシンプルに皆さんに恩返しできるように男を見せようと頑張るんで、浩司軍団のみんなはね一緒に戦ってくれたら嬉しいですし、ファンもねアンチも俺は運命共同体と思ってるんで、一緒にね戦ってほしいですね。はい、分かりました。楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。お願いします。先日上げた YouTube の中でも、はい、ファンへの今回の大阪大会の特典として、はい、チケットのプレゼントだったりやられてたじゃないですか。今回もなんかあるって伺ったんですけど、なんかね、大阪のねイケてるホテルのコスモタワーホテルっていうホテルの社長さんがすごく自分のことをこうファンでいてくださってたみたいで、今回声かけてくださって、工事軍団なんかお得なね、はい、会場から車で11分のところ、近いですね。はい、めっちゃ近いです。そこをプレゼントまたしていただけるんですか。はい、200名様限定で、1室4000円で宿泊してもらったの。200名限定で1室4000円で送迎までしてくれるんですか。はい、送迎まで。何人入るんですか。4人も。あ、4人。はい。4人入れて4000円ですよ。やばいっすね。ごっつ安いじゃん。太っ腹っすね。だからあれらしいですよ。1棟1棟全部工事軍団。工事軍団で抑えるってことですか。コスモホテルって結構綺麗なんですよ。はい。全部豪華なホテルで。じゃあその日ロビーとかで会う人は全員工事軍団ってことですよ。そうっすよ。すごいことですよこれは。もうね。感謝ですね。はい、まあでもこういうね、もうみんなで戦いたいんで、こういう大変な時期ですけどね、ほんまにコロナに気をつけて、たくさんの人が来てくれて、ちょっとでもね、元気を与えれたら嬉しいですし、よし、工事も張り切っとったし、俺も張り切ろうって思ってもらえたらね、一番本望なので、しっかり仕事します。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town.